忍者服部くんです。彼は消化器くんです。はい、今回 LINE にねちょっとマニアックな質問が来まして、なんか B-girls とか女の子っぽいですねダンスを、踊りたいんですけれども恥ずかしいですと、男の子なんだけど、その質問をくれた人がね、男がなんか女の子の振りをね踊るのは恥ずかしいっていう、どうしたらいいですかっていうね、ちょっとどうしようもない質問がしたんですけれども、全力で踊ってください。まあ、ガールズヒップホップってすごいちょっと女性的な動き、なんか股をこう開いてこうセクシーな動きをしたり、そういう振りが多いんですけれども、男の子でも男性でもそういう踊りをしている人ってたくさんいてですね、一番いいのはやっぱり視野を広げることですね。多分もうその女の子の踊りっていうのは女の子が踊るものだみたいな考えがバッとなっちゃってると思うので、ぜひね男性がそういう女性的なダンスを踊ってる動画とかを見てみてください。ちなみに僕も踊ってますよ、あなたを包むすべてのフラワーやってますし、で僕なんかよりもね半端ない人がおって、ぜひパイレーツオブマチョビアって検索してみてください。どうでもよくないよ、その男だとか女だとか振り付けが女性っぽいからなんだとか、そういうのはマジで本当にねどうでもよくない、なんだろうな、うまいとか下手とは違った新しいっていうか、それとは別 の、 価値観を生み出せると思います。なのであまりねこうちっちゃいことにとらわれず、まあ中学生とかもしかしたらちょっとね周りから「お前なんだ女の振り踊ってんのかよおら」みたいなことを周りから言われるかもしんないけど、そうやって殴ればいいそれは机とか椅子でこうほらってやればいいとか、まあそれは冗談なんですけれども、そんな感じであんまりこうとらわれず、既存の価値観にとらわれずにですね、いろんなダンスに限らず何でもチャレンジしていってください。はい、以上、宮本武蔵でした。宮違った忍者服部くんでした。はい、彼はね消化器くんですね。以上です。